久保さん懐かしあん時ねあのセミナー終わった後の懇親会の費用が8万ぐらいかかりましたね請求 <laughs> 居酒屋で8万ってまあまあですよね <laughs> 居酒屋で8万ってまあまあじゃないですか <laughs> まあまあですよね <laughs> 8万かみたいななんか肉みんに久保さんが肉持ってこいみたいなねまあ,あの最後アイスですかうんあのー 大変でした <laughs> 非常に大変でした。まああの時もね、借金あったと思うんですけどね。実は内,内情は結構きつかったんで、うん。やっぱね、借金がありますって言ってからね、すげえ楽になりましたね。ほんと楽になった。あの、一応まあ昔はもうセミナーガンガンやってたんで、あの、まあそれ言ってなかったんですけど。うん めっっちゃ金持っててんんだろううとと思思われてたと思うんですよねもう全然ねえみたいなね8万かまジでどうしようみたいなね <laughs> 思ってましたからねうん,うんだからまあ素直に生きるっていうまあでも僕は思ったんですけど借金がある男からね商品売れないなと思ってた部分があるんですよぶ、ね、だけど実際借金があるって言って商品売れてまあぶっちゃけ言うと売り上げ 普通に上がってるんでそれ以上に。だから関係ねえなみたいなね <laughs>、うん。結局自分の思い込みだったっていう話ですね。借金があると売れない。借金まみれのやつは売れない。うん、いや、売れたっていう <laughs>、うん。まあ逆にそれがストーリー性をもたらしてる部分もあるっちゃあるんですけど。まあ 客観的にね普通、うん、違う側面から見たら借金を作,借金作った男から習うってどうなのっていう側面もあるっちゃあ,るありますよね、うん。ただその借金に関してはうんまあまあ会社のね従、まあ、業員の給料だったりとか固定費でこであれだったっていうのもあるんだけども結局まあ売り上げを作れなかったの。 れは僕の責任売り上げを作れる従業員を育てられなかったのも僕の責任であり結局僕の責任なんで僕に力量がないじゃあ力量がない僕の商品を買うのかっていう話で、まあ、買ってくれる人いま,すいましたねうんだからまあうん素直に生きてみてもいいんじゃないでしょうかいってらっしゃい